はい、どうも、こんにちは。おはようございます。<laughs> じゃないですね。<laughs> はい、えー、もう、もう夕方なんで、<laughs> はい。<laughs> はい、つい口から出てしまいました。<laughs> はい、えー。どうも、こんにちは。<laughs> は沖縄おばばでございます <laughs>、えー。これね、インディープさんの裏ブログです。<laughs> はい、えー。とんでもないことが今、お,おじいさんで起きております。<laughs> はい、お,おじいさん、26分間に1人、26分間に1人、 えー、人々がコロアンティーナの大冒険でお旅立ちになっているということです。今。はい、これ最近の話です。今です。もう制御不能になっているということです。はい、えー、まあね、いろんなこう分析をこのインディプさんしてますが、私は全くちょっと違った見方をしております。これについてね。実は、あー、 おじいさんね、日本とほぼ同じなんですよ、食べちゃった率が。はい。えー、なのでね、日本もこうなる可能性はあります。が、おじいさんの場合ですね、これ、あのー、インディープさんは言ってませんけど、何が分、問題だったか。はい、今、今ね、今の状況だということなんで、ちょっと前にね、あのー、地位のお国ですね、地位のお国の、 あの、白い、白いはーいですね。白いイエースですね。白いはーいがね、非常に流行ってましたよね。で、ちょっと調べてみたんですよ。はい。何を調べたかっていうと、えー、あれですね、えー、の奥に、あの、旧正月のお休み、はい、春節期間中に、どこに一番旅行に行ったかということを調べてみたら、トップがおじいさんでしたー。 わかりますよね。言いたいこと。白い灰を持ち込んだんじゃないかなって思ったんですよ、私。そしたら調べたら、やっぱり、やっぱりでした。えー、人気ナンバーワンでした。行き先。旅行の行き先。はい、一番がおじいさんでした。これ多分おじいさんに持ち込んだなと思いました。はい。あの白い、はいですね、あれを。 まあ今夏なんで、多分これ季節が関係なくね、関係なくポピュラーになるように、はい、えー、竜の高校するように多分作られてるんじゃないかなって思います。はい。えー、なんとなくね、あのー、インディープさんの説明では、ちょっとね、おかしいんじゃないかなって思うところがあって、 で調べたんですよやっぱりでしたはい、えー、行き先ナンバーワンですはい。旅行の行き先ナンバーワンがおじいさんですこれ絶対関わってると思いますよちなみに日本はあのいろいろ木のせいやっちゃったやってしまったんでえー、あんまり入ってきてはいないようですはい2番目があ アメちゃん。はい。3番目が、まあヨロ、まあ、ヨーロッパのね、ドイツやらね、あイタリーとかね、そういうのがあ続いて、日本はかなり、あの、貝の方です。はい。なので、これね、多分ね、持ち込んだんでしょうね。はい。まあ、そういうことですよ。皆さん。えー、日本でもね、えー、もしかしたらね、 白い、はーい、になっちゃってる人がぼちぼちもしかしたらね、出てくるかもしれないです。はい。えー、なぜね、春節の時にね、はい。えー、彼らね、えー、一生懸命旅行してましたからね、いろんなところに。はい。まあ、日本はね、結構厳しかったんで、えー、人気の旅行先ではありませんでしたけど、今ね、おじいさん、制御不能になってるそうです。 えー、コロアンティーナの大冒険のね、本当に大冒険かどうかはわかりません。はい。えー、でも新たな強力な何かなことは間違いありません。ありません。そういうことでね、えー、制御不能です。26分に、26分に一人お旅立ちになってます。コロアンティーナの大冒険で。これ間違いないですね。はい。 それ、最近の話ですから、はい。えー、最近ね、あったことといえば、ね、白いはーイがね、えー、ポピュラーになってる、えー、人たちがね、いっぱい遊びに、ね、えー、行きましたから、おじいさんね。まあ、そういうことです。ああ、って感じです、これ。はい、日本はどうなんでしょうかね。今後これ見ないとわかりません。 えー、徐々に徐々になるかもしれませんけどね。はい。まあ、そういうことなんで、えー、皆さん気をつけましょう。はい。まあ、ね。もう、規制は多分なくなったんじゃないかな。春の節節も終わったんで。はい。えー、でも、今でも C の国ではあ、白いね。はーいですね。はーい。それがね。 を大流行してます。未だにすごいです。えー、つい昨日、私、あの、大金園さんの、えー、ね、えー、なんていうのかな。まあ、切り取りみたいなので、数日前のね、えー、ホスピタルの各地のね、様子見たんですけども、ものすごいです。はい。えー、ものすごいです。はい。なので、えー、皆さんね、えー、本当にこれもね、注意しないといけません。はい。えー、あんまりね、 えー、人が集まるところには行かない方がいいです。那覇市はね、まだあのー、市の国からの職行便がないんですけど、香港の人来てますからね。今日も、ちょっとね、モールに行ったら、あ、関東語が聞こえてきました。はい、北京語ではありませんでしたけどね。えー、なので、えー、まあ、注意ですね。そういうことでございます。多分これ、あのー、流行中のね、 白いはーいをね、持ってきちゃったんでしょうね。はい。そういうことだと思っております。はい。えー、それではね、こちらの記事もね、どっかにべったんこーってしておきますので、皆さんよろしくお願いいたします。沖縄おばばでーした。